はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でロック画面の無効の設定方法についてご紹介していきます。ロック画面を無効という設定においてですね、どういったことがロック画面を無効にするのかということで捉え方が異なってくると思うんですが、まずですね、はじめに一定時間何も作業を行わなかった場合にスリープ状態になる設定をしているパソコンにおいて、またスリープから復帰するときですね、パスワードを求められる設定があるんですが、そのスリープから戻ったときにパスワードを入力させる、この入力をですね省くという設定方法、それからこのロック画面において、この画面からですね、一度クリックしないとパスワードの入力画面に切り替わらないんですが、この最初のですね、一度クリックする手間がめんどくさいという場合に、最初からこのパスワードの入力画面をですね、表示させる、最初のロックの画面を無効にするという設定方法もあります。今回はですね、この2つの設定方法についてそれぞれご紹介していきます。まずですね、一つ目にスリープ状態から復帰した時の、ロックパスワードのですね入力を求めないようにする設定方法ですが、スタートから設定をクリックします。そして設定画面からアカウントをクリックします。続いて左側のメニューにあるサインオプションをクリックします。そしてサインオプションの画面下の方にスクロールしていくと、サインインを求めるという設定項目があるんですが、ここにですね書かれているように、しばらく操作しなかった場合にもう一度 Windows へのサインインを求めるタイミングということで、初期設定ですと PC のスリープを解除する時間に設定されているはずです。でこちらが設定されているとスリープがですね有効になっていて、例えばスリープの時間15分間何も、しなかった場合にスリープになりますよというような設定を行っていた場合に、15分後ですね、操作しなかったらスリープになるんですが、そこから復帰した時にパスワードを求められるという設定になっています。なのでこの設定を行っている場合はスリープから解除された時にパスワードを求めますよという設定なんですが、これをやめたい場合ですね、スリープ後にパスワードを入力しなくても自動的にログインしたいという場合ですね、ロックされないようにするにはこの設定からクリックしていただいて常にオフの方を選択します。この設定を行うことでスリープから復帰した後にですね、パスワードを入力しずに操作の方を行うことができるようになります。またこの補足として、スリープの設定時間を変更したい場合ですね、その場合はスタートから設定をクリックします。そして設定画面のシステムをクリックします。続いてシステムの左側のメニューにある電源とスリープの項目をクリックします。そしてこの電源とスリープの画面のスリープの項目に今現在設定されているスリープの時間が表示されています。でこのパソコンであれば15分何も操作されなかった場合にスリープ状態になるということがわかります。でここで設定時間変更したい場合はクリックしていただいて、この項目の中から好きな時間を選択してください。またこのスリープから復帰後に画面をロックしない設定を行っていると、例えば仕事場であったりすると席を離れてしまってパソコンがスリープした時にパスワードの入力を求めずにですねログインできてしまうので、そのタイミングで画面をロックさせることが必要になってきます。なのでその場合ですね、席を離れたりして自分のタイミングで画面をロックさせたい、パスワードの入力を求めるようにさせたいという場合は、デスクトップ画面ですね、何もないところで一度クリックしていただいた後に Windows キープラス L キーを同時に押すことで、そのタイミングで画面をロックさせることができます。こうすることでパスワードを入力しないとログインできなくなるということで、席を離れる場合はこのようにですね、自分のタイミングで画面ロックを行ってパスワードの入力を求めるようにしてあげるといいと思います。続いてはスリープなどをした後にロックの画面出てくるんですが、この画面ですね、ここからマウスでクリックしたりとか、あとキーボード何か押した際に次の画面に切り替わって、そしてパスワードの入力画面ですね、こちらに切り替わるんですが、この手間ですね、ロック画面から何かクリックとかキーボード操作した後にこのパスワードの入力画面に行く手間ですね、クリックなどを押さないといけない手間があるんですが、このロック画面を無効にする設定ですね、こちらの方をやっていきます。でそのやり方ですが、まずはじめにスタートボタンの右側にある検索ボックスで半角エッジでレジエディットと入力してレジストリエディターを起動していきます。この時ユーザーアカウント制御が出てきた場合ははいの方をクリックします。
レジストリーエディターを開いたら画面左側にコンピューターとアイコンがありまして、そのですね展開した先に5つの項目が展開して表示されているんですが、さらにここから展開の方をしていきます。コンピューターの下にある H キーローカルマシーンをダブルクリックして展開します。そしてさらに展開した中にあるソフトウェアをダブルクリックして展開します。さらにこの中にあるポリシーズをダブルクリックして展開します。そしてこの中にあるマイクロソフトをダブルクリックして展開します。さらにこの中にある Windows をダブルクリックして展開します。そしてこの中にですねパーソナリゼーションという項目があるか探してみてください。項目の中にパーソナリゼーションがない場合は Windows のところですね、この Windows のところを左クリックして選択した状態で右クリックをします。そしてメニューから新規のところにカーソルを合わせるとさらに右側にメニューが表示されますので、この中にあるキーをクリックします。そうすると Windows の下の層にですね新しいキーというものが作られます。でここで新しいキーの文字を削除して新しい名前を決めていきます。で名前の方ですがパーソナリゼーションと英語で入力します。で P 大文字でパーソナリゼーションと入力していただいてエンターキーをします。この名前ですね間違えないように気をつけてください。で名前の方ですね決めてエンターキーを押したらこのパーソナリゼーションの項目をクリックして選択します。そして画面右側の項目ですね、今規定というものが一つ列で表示されているんですが、こちらにですね新しいものを追加していきますので、空白のところ何もないところで右クリックをします。そしてメニューから新規作成にカーソルを合わせてさらに表示された右側の項目にある D ワード32bitという項目をクリックします。そうすると2行目の項目が新しい値ということで表示されますので、こちらにもですね新しい名前を付けていきます。名前の方がノーロックスクリーンと付けてエンターキーを押します。でこの名前に関しても間違えないように気をつけてください。で名前の方をですね決めていただいたら最後にエンターキーを押して、その後ですねもう一度このノーロックスクリーンをダブルクリックします。そうすると D ワード32ビット値の編集画面が出てきますので、ここで左下にある値のデータを確認します。初期設定ですと0になっていまして、これ何かというとこのノーロックスクリーンの値のデータが0の状態だとロック画面が有効の状態になりまして、こちらをですね1に変更することでロック画面を無効の設定に変更することができます。なので0から1に書き換えた後に画面右下の OK ボタンをクリックします。これで設定が完了となりますが、ただこの設定を反映させるためにはパソコンを一度再起動する必要がありますので、このレジストリーエディター右上の×ボタンで閉じていただいて一度パソコンの方を再起動していきます。でパソコン再起動後ですね、このレジストリの変更した内容が反映されまして、最初のロック画面が無効の状態となってすぐにパスワードの入力画面に切り替わるようになっています。この画面ですね、もうすぐにですね表示された画面が対象のアカウントのパスワードの入力画面、もしくはですね複数のアカウントがある場合は左側にですね アカウントの一覧が表示されているので、そこから選択することでそのパスワードの入力画面になります。でここでパスワードを入力していただければすぐにログインの方ができるようになります。こうすることでロック画面で一度クリックするというですね手間を省くことができます。